この動画は、ブロスタの無課金ボックスである、ブロールボックスの200箱開封検証動画の後編です。まだ前半をご覧になっていない方は、ぜひ前半動画を、動画詳細文よりご覧ください。この動画は、101箱目から200箱目の開封結果を垂れ流しながら、ブロールボックスの封入内容や、確率、そして箱の仕様を検証した結果を報告する動画です。前半、後半動画ともに、開封内容を垂れ流しているのは、今後他の実況者さんやユーザーの方が、検証したい際に、こちらの開封データを利用していただくことを前提に、映像証拠として内容を記録するためです。なので後ろで流れてる開封映像は、普通の人は真面目に見なくて大丈夫。こちらで集計して検証した結果だけ見てくれれば OK です。果たしてブロールボックスの価値はどれほどなのか、クソ雑魚ボックスなのか、それとも紙ボックスなのか、その全てがこの動画で明らかになります。おそらく世界最速でボックスの仕組みを検証した検証結果をご覧ください。それではまず、重要なのは、ブロールボックスの値段っていくらなの、というところから始めていきます。無課金でゲットできるブロールボックス、直接リアルマネーで購入する方法はなく、一見無料配布の箱とも取れるが、厳密には価格が設定されている。これは、ショップのダブルトークンの販売価格から推定できます。一番エメラルドを特に購入した場合、約1万2000円で2000エメを購入することが可能なことから、1エメあたり6円と推定する。より少量のエメラルドを購入した場合、値段はどんどん高くなるので、今回の検証で値段が出てくる場合、すべて1万2000円で購入した最安値での前提とさせていただきます。またその他、セールなどでの割引は一切考慮しないものとします。さて、話を戻して50エメラルド、日本円で300円で購入できるダブルトークンですが、こちらの中身が1000個のトークンなので、ブロールボックス10箱分ですね。このことから、運営が想定する無課金箱の値段は、1箱約30円ということになる。200箱開封した場合、6000円分の課金と同価値ということになるな。ついでに比較対象として、エメラルドで購入できる課金箱、ビッグボックス30エメラルド、メガボックス80エメラルドの価格ですが、ビッグボックスが180円、メガボックスが480円程度の値段設定となっております。ビッグボックスは無課金箱の6倍の値段、メガボックスに至っては16倍の値段だな。果たしてそれだけの価格差の価値があるのでしょうか。続いて、ブロールボックスの構成内容を見ていきましょう。ブロールボックス、および課金箱は、通常排出枠、ボーナス排出枠の大きく分けて2枠の枠組みがあります。なお、メガボックスのみキャラの抽選方法が特殊なので、その特殊な抽選方法は後ほど解説する。通常枠とは、ゴールドおよびパワーポイントや、キャラの排出に関わってくる抽選枠です。通常枠は必ず排出され、ブロールボックスの場合は、ゴールドが排出される枠が1枠、キャラのパワーポイントが排出される枠が2枠、この3枠で固定となっています。ただし例外が2パターン存在する。その例外とは、キャラが排出される場合とスターパワーが排出される場合だ。多くの方が疑問に感じているだろう。無課金で全キャラカンストは可能かどうか。まずこれに答えるとすれば、答えはイエスです。キャラが排出される場合、通常枠のゴールドやパワーポイントが一切排出されず、その代わりにアンロックされていないキャラがランダムでアンロックされる。すでにアンロック済みのキャラはダブリアンロックされることはありません。なのでブロールボックスの大当たりは、キャラやスターパワーの排出と言えるな。ただし、スターパワーはすでにレベルが9に達しているキャラが存在する場合のみ、抽選対象に入ってくるので、レベル9相当のパワーポイントを保持しているだけでは、スターパワーの排出がされないのは注意点です。さらにパワーポイントの排出ルールとして、レベル9カンスト、もしくはカンスト相当のパワーポイントを保持しているキャラの、パワーポイントは排出されないようになっている。さらに、A 枠と B 枠で同じキャラのパワーポイントが排出されることもない。これは、カンストしていないキャラが2キャラ以上存在しない場合、パワーポイント枠の抽選が無駄に潰れるので、ブロールボックスは開封せず、温存した方が良いということになります。温存した方が良い理由はもう一つ明確に存在し、パワーポイント B 枠は、必ずパワーポイント A 枠以上の数値が排出される仕組みである。さらに、パワーポイント B 枠はパワーポイント A 枠より排出天井が高く、より多くのパワーポイントの獲得が期待できる。1キャラしか未カンストがいない場合、自動的に B 枠が消失するので、ブロールボックスの価値が半減以上になってしまう。続いてボーナス枠の内訳です。ボーナス枠は一定の確率で追加されるランダム枠で、抽選枠は1枠だけ存在し、エメラルド、イベントチケット、ダブルトークンのいずれかが排出されます。課金ボックスには複数のボーナス枠が存在しているので、もしかすると今回の検証で2枠が発生しなかっただけで、極低確率でボーナスが2枠以上発生することもあるかもしれない。ちなみに、イベントチケットはプレイヤーレベルを上げて、週末限定イベント戦を開放後に排出されるようで、すでに検証に使用したアカウントはイベント戦
を開放していたため、イベント未開放時のボーナス枠の変動については未検証となります。ただし、イベントチケットから得られる報酬がかなりでかいので、イベント戦を開放してからできる限りブロールボックスを開封することを推奨する。まあもっとも、無課金箱のボーナス出現率はそこまで高くないので、すでに開けちゃって後悔している人も、そこまで落ち込む必要はないですよ。さて、ここまででかなり排出ルールなどは分かってきたと思うので、実際の排出量の統計に移りたいと思う。どれぐらい出れば当たり箱なのか、みんな気になってきたのではないかな。まずは通常枠のゴールドから見ていきましょう。ゴールド、もしくはコインですが、キャラ、スターパワー排出時以外は必ず最初に排出されます。最大の当たりはキャラとスターパワーなので、その例外を除いて、通常抽選の場合の最高ヒットは70ゴールドとなっていました。ちなみにゴールドの価値は1ゴールド当たり約 1.5 円。これはショップにおいて、エメラルドでゴールドを直接購入した場合の価格である。つまり、ブロールボックス1箱30円なので、ブロールボックスから出るゴールドが平均値だとしても、それだけで元は取れていることになりますね。逆に言うと、ショップでゴールドを購入することが、ブロスタ史上最悪の課金方法ということになります。ブロールボックスなら、これにパワーポイントとボーナスがついてくるからな。ちなみに最大値は70ゴールド、時点は50ゴールド、最低は12ゴールド、中央値は17ゴールドとなりました。50ゴールド以上出れば当たり箱と言っても問題ないだろうな。50ゴールド出ればそれだけでショップ購入の倍以上の価値ですからね。続いて、ブロールボックスのパワーポイントの量を見ていきましょう。パワーポイントは A 枠と B 枠に分かれて排出されている。ちなみに両枠合わせた平均排出量は17パワーポイントだ。ちなみに1パワーポイントあたりの値段は3円。これはショップでのパワーポイント販売が、デイリーセールで1パワーポイントあたりにゴールドに設定されているところから算出しています。このことからもやはりショップでゴールドを購入するのは相当効率が悪い。さらに先ほど説明した通り、A 枠よりも必ず B 枠が多くパワーポイントを排出するルールがあり、これについては課金で購入できるビッグボックス、メガボックスも同様のルールを用いています。ビッグボックスはパワーポイント枠が3枠、メガボックスはパワーポイント枠が5枠あり、後ろの枠に行くにつれてより獲得量が大きくなる仕組みなので、課金箱はよりパワーポイント獲得に特化した箱になっていますね。話を戻して無課金箱、1枠目も2枠目も、最低保証は同じなんだが、天井の数値が違うので、2枠目の排出期待値は、ちょうど1枠目の倍程度となっている。パワーポイント合わせて30ぐらい出たら、当たりの部類に入ってきますね。ボーナスの内容は、通常排出枠に比べて、一見しょぼく見えますが、中身は非常にバリューが高いです。無課金でエメラルドを入手できる唯一の方法で、残念ながらエメラルドを獲得できる確率は高くない。無課金箱からコツコツエメ貯めて、というのは途方もないので、その点については諦めた方がいいと思います。ボーナス枠の発生自体の確率は 33%。発生自体は3回に1回発生しているので、よく見かける感じだが、その発生した内訳はほとんどがイベントチケット。イベントは週末限定で開催されており、特殊なルールでゲームをプレイすると、大量のブロールボックストークンが獲得できるチケットです。通常プレイしているとなかなかトークンを稼げる方法がないので、週末これらのイベントに積極的に参加することをお勧めする。今回の検証用の200箱も、半分ほどこのイベントで稼いであります。またエメラルドと同程度の確率でダブルトークンが200個出るので、これもイベントでサクッと消化できるとブロールボックスがどんどん回りますね。レジェンドキャラが無課金ボックスから出るかどうかだが、先ほど映像にあった通り、レオンが排出されることを確認している。ただし確率は非常に低く、おおよそ 1% 程度だと推定される。スターパワーもおおよそ 1% 程度で排出されるようですね。スターパワーはデイリーセールで購入すると2000ゴールド、値段にして3000円なので、ブロールボックスから出ればもうバブル確定の大当たりです。レジェンドキャラはショップセールで購入しても5000から6000円したりするので、それが無課金箱から出るのは低確率ながら神仕様と言えるでしょう。日常で6000年疲労確率よりははるかに高いからな。ただし注意してほしいのが、キャラのアンロックルールです。ボックス解禁されるキャラは、レア、スーパーレア、ハイパーレア、ウルトラレア、レジェンドレアの5段階存在しており、低いレア力からコンプリートしていかないと、出現しないシステムになっています。ハイパーレアのキャラをすっ飛ばしてウルレアは出現しないし、またウルレアをすっ飛ばしてレジェンドも出現しないようになっている。このルールは課金箱にも存在し、レジェンドレアのレオンが欲しいからと、メガボックスを頑張って開封しても、ウルレア以下のキャラをコンプしていなければ、下位のレアリティのキャラから順次解放されていくことになります。またもう一点、グローバルリリース以降の変更点として、以前はトロフィー報酬でアンロックされる、ニタやコルト、ボーといったキャラも、ボックスからランダムに排出されていたが、これらのキャラはボックスからは排出されなくなった。ただし、これらのトロフィー報酬キャラを所持していなくても、先ほど説明したアンロックルールには関係ないのでご安心いただきたい。アンロックローテーションに関係あるのはあくまでボックスから解放されるキャラのみである。
さて、ここまで来ると気になるのが、結局どのボックスを購入すれば一番お得なのかという問題。重課金者なら、適当にボックスをボンボン開けていけば、約8万円ほどで全てのボックス3キャラがカンストするとされている。これはおパシさんが体を張って検証してくれたので間違いない。じゃあ、美課金、無課金はエメラルドを何に使えばいいの？何に使えば一番効率よくレベルを上げられるの？そんな疑問に答えるために、サブアカに課金して調査してみました。課金箱の検証動画は要望が多ければ別の機会に、今回は得られたデータを用いて、結局どの箱が得なのかを説明する。今回、ボーナスの内容は加味せず、ボックスの中身を賞味量という基準で数値化して比較検討しました。賞味量の単位はゴールドで、計算式は各ボックスの排出ゴールドの平均数値に、排出パワーポイントの平均数値を2倍したものを、賞味量として計算している。ショップでパワーポイントは1パワーポイントにゴールドで購入できるからこの計算式ですね。さてその上で、皆さんご覧の通りの結果である。まず、結論だけ伝えると、課金効率が最高にいいのはダブルトークンの購入だ。そして先ほども説明した通り、課金効率が最高に悪いのがゴールドの購入。キャラアンロック効率が最高なのはビッグボックス。ただし、これはメガボックスとビッグボックスのキャラ抽選方式の違いによるもの。ビッグボックスは、2体以上のキャラが同時にアンロックされる可能性があります。ビッグボックスにはパワーポイントの排出枠が2から3用意されており、その2枠目と3枠目でそれぞれキャラアンロックの抽選が行われる。結果、2体同時アンロックが起こり得るわけだな。メガボックスは、パワーポイント排出枠が4から5枠なのですが、その枠とは完全に別で、キャラアンロック枠というものが唯一存在するボックスです。キャラのアンロックが、パワーポイント排出量やゴールド排出量を減らさない唯一のボックス。ただし、キャラのアンロック率は箱に依存するものより、キャラそのもののレアリティに依存する確率が大きいため、抽選枠が多いビッグボックスがおそらく最高効率となるでしょう。メガボックスは、パワーポイント入手の最速効率を叩き出す。最高効率はブロールボックスだが、入手には手間がかかる。ただしメガボックスには大きな落とし穴が存在し、パワーポイントの入手量に対して、著しくゴールドの入手量が低く設定されている。結果、メガボックスを中心に課金した人は、レベルアップに必要なゴールドが不足し、ゴールドを課金してしまうことが多いでしょう。つまり、メガボックスが必ずしも課金の模範解答ではないんだよな。ブロールボックス関連が課金効率が最高という、無課金に課金するのが最高効率の課金という、なんとも奇妙な結果になってしまった。もっとも、今回の賞味量にはボーナス内容はカウントされておらず、ボーナス出現率をご覧の通り、メガボックスはボーナス内容もバカになりません。また賞味量はあくまで平均値であり、メガボックスは当たり外れの幅が広く、今日は運いいんだよなぁという日に開けてもらえれば、より高い内容が期待できるかと思います。ただし運クソ雑魚な草の人は除く。まあ結論をもう一度まとめると、課金効率最高はブロールボックス関連、ダブルトークンへの課金ということ、キャラアンロックに関しての最強効率はビッグボックス。また、ゴールド直接購入は課金効率は悪いが、ゴールド入手効率はブロールボックスを除くと直接購入が効率最大。ビッグボックスはメガボックスよりはゴールド入手効率が高い。メガボックスは、パワーポイントの入手効率において最強の効率を叩き出します。これらの検証は要望を多ければ別の動画で詳しく解説。キャラアンロックの確率も最も高いものの、キャラごとのレアリティ設定による確率に依存するため、レジェンドキャラはなかなか出ません。多くの実況者が動画内で言うには、レジェンドでなかった場合少しずつ、排出確率が上がっていくらしいが、ソースは草の人は確認していない。もしかしたら海外公式の発表なのかもしれないな。まあ2万ほどレオンのために課金したけどでなくて、結局無課金箱から引いたので、レジェンドレアのキャラを入手するのはなかなか茨の道と言えるかもしれません。ですが、確実に無課金の箱からも出るので諦めず頑張ってプレイしていきましょう。無課金箱こそが最高効率のボックスなのですから、といったところで今回の検証内容はここまで。残りの時間は、開封映像の無言垂れ流しになるので、検証結果を知りたいだけの人はここまでの動画となります。ぜひとも、ボックスのシステムを完全把握して、より良いグロスタライフをお送りください。ご視聴、ありがとうございました。
ここまで見た人マジでおるん？いやさすがにいないと思うんだけど、もしかしたら同じように検証好きの人が検証データを取るために見てるかも。検証興味ないのに垂れ流しでここまで見てくれた、ド M 視聴者の人、本当にありがとう。正直200箱はやりすぎました。まあそのおかげで完全なデータが取れてほっとしていますが、レジェンドキャラ出たのも結局101箱目以降だったもんな。口頭の情報ではなく、こうして映像があることで、信じられる人が増えると思うので今回の検証はきっと無駄ではないはず。今後はプレイ動画も上げていくのでぜひご視聴ください。コメ欄に、なるほどなっとコメントしてくれた人が、最後まで見てくれたアピールな、といったところで、本当にご視聴ありがとうございました。みんなここまでお疲れ様でした。